最近の買い物シリーズの中で一つあってですね、トラックボールを新しくしました。トラックボールっていうのはあんまり、パソコン使ってる人の中であんまり多数派じゃないのかもしれないけど、マウスの代わりに使う、機械です。マウスっていうのはほら、実際にそのマウス自体を動かすと画面上のカーソルとかが動いて操作ができるじゃないですか。で、それに対してトラックボールって、トラックボールっていう名前の通りなんですけど、機械そのものに、ボールがついてて、そのボールを動かすことで、その画面上のカーソルとかが動くような仕組みになってるんですよ。で、私は何年ぐらいだろう。結構ね、もう10年以上前からトラックボールを使ってます。トラックボールって便利なんですよね。机の上でマウスを動かさなくていいから、トラックボールを置いたまんまで、あとはそのトラックボールについてるボールを動かすことで操作ができるから、場所も取らないし、あと多分、だからその分多分手とかも疲れないんじゃないかなと思ってて、で、昔から愛用してるのは、ロジクールっていう、会社の、トラックボールなんですね。で、ただ、この間とか、ここ最近ちょっとですね、もともと使ってたバージョンがあんまり具合が良くなくて、で、まあ、騙し騙し使ってたんだけど、なんか、とうとうちゃんとクリックしても、なんか、クリックしたのにダブルクリックとかになっちゃって、これはもうさすがにちょっと買い時だなと思ってですね。で、今出てる最新バージョンを買いました。まあ、片側に行ってもあれかもしれないけど、M575 っていうトラックボールがあって、で、まあ、今回買ったものは、白い筐体のトラックボールです。ちょっと、まあ、珍しくもないか、まあ、マウスとかで白とかあるからね。でも、この白いトラックボールを買って、ちょうどメーカーの直販サイトでセールもあったんで、そこで買ったっていうところですね。で、使い勝手はまあ、元々のトラックボールと同じぐらいだし、それにさらに多分いろんな改良を加えられてるんだと思います。使い勝手は非常に良くて、買ってよかったなって思います。結構6000円とかするので、6000円とかするけど、でも、損ではないなっていうふうに思います。本当ね、マウスとか、まあ、自分に合ったものさえ見つかればいいんだけど、自分に合わないものでマウスで、しかも私は結構家ではほとんどパソコンの前にいて、まあ、トラックボールとかキーボードとか触ってるんで、これが使い方がいいか悪いかって結構重要な問題なんですよね。だから、まあ、これから何年も使うことも考えても、まあ、全く損ではないなっていう感じで、非常にいいものを買ったかなっていうふうに思ってます。まあ、これ多分喋ってもあまり伝わらないと思うんで、どっかでブログとかには書こうかなと思ってるんですけど、とりあえず、ロジクールの M575 っていうトラックボールは非常にいいぞっていうことだけは、お伝えしようかなと思ったんで、喋りました。以上です。